ネクロールさんにパーセント聞こう。あ、OK ですね。やったー。よし。ネクロールさん何パーセントですか？必ずやります。誰に打とうかな。うん、誰にしようかな。これミートしますか？誰に打とうかなって言ってる人サバイバーなんで気をつけてください、ね。サバイバーです僕は。夜は黙っ。夜はミュートなし。なし。はい、OK。いやー、サバイバーだな。サバイバーはサイコロ転がさん。ダイス振った人。毎回言われるからサバイバーだけどダイス振りました。まあ言うて魔術師は三択ですから。ああ確かに。これで失敗する魔術師はねえ。ねえ。今か。もう二度とペインに呼ばれないです。うん、まさかボマーで打ったりとかしないっすよね。2V1 いやなんならだってね46ですよ自分除いた魔術師の人は、うん、まあ一番ダサいのは一番ダサいのはボマー打ちして消し済みになるボマー打ちは 60% ありますからね外すわけがないいや 50% ですよいや自分除いた魔術サバサバ 60% 激アツやんいや無理どうなんでしょうか60%は当たらんからな3人魔術師やだパチンコでと考えたら当たんない気がしてる60%だねパチンコで考えたら当たらんまずいねそれはねパチンコで考えたらパチンコだったら 60% なんてとんでもないっすよ期待だけやからなほんまや雷落ちるなパワープロの故障率 40% をもうほぼ踏む感じしません100% あれは 100% これサバイバーって魔術師のやつで死ぬんですっけ貫通しますあ、じゃあテラゴンが魔術師が3人抜いたんじゃないですかあ、すごいあれ普通に当たってる魔術師当たってるボマーで狙ってないボマーで狙ってんじゃねえよ誰だよひよってるやつ当たってるあれ当たってる60%おいひよってやつばっかじゃねえかよあ、ダメ一人いるなミスってやつ翔平さんが選んだ人がボマーじゃないということは誰を選んだんだろう。翔平さんが選んでそうな人。サバイバーで言ったらいいな。自由か。待ってこの一票誰か洗いません。最初の寺蔵さんに入れた。その人釣りたいわ俺は。え寺ちゃん入れた方。夏ピョの方は洗わなくていいの？いや夏ピョは2票目なんで、まあ一旦寺蔵さんに一票入れてとりあえず寺蔵さんに集めようとした人じゃない。俺は入れてないです。俺入れた。言うのそれ言うのかまあでも、うん、でもまあ俺も入れられない1票目ってヘイト高い人だと思ってるからな結局じゃあ夏ピョンの方にするなんで2票目夏ピョン入れますなんでごめん夏ピョン入れた人に入れようとしたんだけど、まあ、僕はじゃあハイブリさんに入れます多分寺蔵さんに1票目を入れたと思う入れた、まあ、一番最初に票を入れた人ってっていうことで僕はハイブリさんに入れじゃあ僕は間を取ってアシューさんに入れとくあ僕のっかり票で夏ピョンに入れた釣れないぞそうすると今日釣れなくなるぞ釣れなくてもいいんじゃない今日釣りたいんだったら一緒に合わせないとこれで釣れなくなったまあ釣らなくていいでしょうだって右下にいる夏ピョンさんが一人で人が減らないと勝てないんだから夏ピョンが確かに両隣死んじゃってかわいそうだからそうだよいやあっちへ送ってあげるよ夏ピョンやだやだよいやそろそろサバイバーパチンコやりたいですねいやてかもう2人死んでるからもう俺に2秒目を取ってくださいパチンさんもうボマが2減ってたもんね。今だったらサバイバーも全部一緒か。おーおー。うわー、ええなんだ。雷落ちろ。おーおーおーって。ボマ当たる確率下がってますよ。何当たった？ああおじさん。おじさんが死にました。え？誰だ押したのは？あ。消し済み。消し済みになっちゃったね。女魔術師が。ああ。ひよってた。ここ二人がひよってたんだね。ああ。こいつはなんだ。おお。あれ、家から出てこれたのに。頑張れば。え？頑張れば家から出てこれたのに。あれ？じゃあ残ってんのはサバイバーボマ。何が残ってる？ボマ4枚にサバ1枚。うわ。僕はサバイバーなんで。わかんねえ。待って、僕はサバイバーなんで僕に投票してもらうあんまりいないですよ。俺入れてない。今回入れてないよ。誰入れてない。ダチケンが入れて下で一人でかわいそうだったんで。ああ、なるほどね。乗った。ボマー同士で争ってください。ああ。
ご近所なんでこっちは。バレた。さよなら。俺がボマーだってことが。多分バレてはない。サバイバイ。お隣さん同士だからこっちは。さてポチッとしてやろうかな。みんなどこに置いたんだい。さあどこに置いたんだ。みんなどこに置いたの。教えてよ。これどのタイミングでどうなったらどうなんやろ。みんなどこに置いたの。アルマの家に置いたよ。嘘。本当だよ。押すよ。いや待ってください。今押しても意味ないっすよ。とんでもない噛み合いが起こんない限り。そうかな。いや押すのありやんな。じゃね。うん。押してみよう。ポチッとな。ポチッとな。もったいないっすよ。オレンジ2回と。はい、うおサバイバーサバイバー釣ろうぜ。いやいやサバイバー生きろ。なんか出てサバイバー釣ろうぜ。お互いをさやった方がよくね。そっか、これあ、俺押してるわ。俺押してるわ。押してるからもう何もないから。やらん方がいいよブリちゃん。じゃあな、俺あっちゃんに合わせる、あっちゃんに合わせる。うん、じゃあね、さっきテラゾさんのこと釣りをしたザチキンのことを伝わる。いや、待て、アルマさん、アルマさん、おいこのターン、俺の家の見れば勝ちだったんだって。これ、アルマサバイバー、アルマサバイバー、サバイバーいないよ、もう生きてんの、ヤマさん。さあさあさあ、起きたまえ起きたまえ。どうなるのかなこれは。これアルマどうする。あっちゃんとか置く。一旦シーさん殺してから、まあ怠慢でもいいっす。 いいよ、俺まだ持ってるから。だって今回使わないし。いや、シーは怠慢は2人とも来てんのやばい。いいよね。まあまあ読み合いなさい、読み合いなさい。2ターン後に決まるからね。どっちやろな。ちょっと次のターンはスキップしませんか、紳士協定で。ああ、やったらいい。紳士協定スキップ。おお、いいよいいよ。どうなるかやるわ。なんだろう、このターン何も起こんないから。はい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 。まあね、2人とも僕の家に置いてると思うのでね。まあでもな、サバイバーが位置落ちてんのか。うん、そうか、落ちてたんね。押しちゃうよな普通だったら。ビビって押しちゃうよね。あっちゃん出てきた、めっちゃボロかった。ボロやから、もう家ボロボロですよ。何食わぬ顔で出てきたからな。2回も爆発してんだから。2回爆破に耐えるのめっちゃ解釈一致やねんけど。いや、まあまあ爆発させてもいいですよ今のターンで。どうしたんですかお二人とも。2回待ったら2人の家にどっちも置いちゃって、全部の家に爆弾がある状態になりますからね。なります。なりますからね。あーには出てきたな今。いや押せないのかここでね。うん、わかりますよ。おうわー、よっしゃー、じゃんけんじゃねえかよこれ。同速ランダム、簡単簡単こんなゲーム。じゃんけんじゃねえかよこれ。僕も押してたのに。不死身、はい、足湯が不死身すぎておもろい。え、ああ死んでら。じゃんけんじゃねえかよ。やったー、嬉しい、嬉しい。しかも最後使ってへんもんな。あ、中さん2ターン、2ターン最後使ってないんじゃないですか。すごい、あそこ、あそこ最後、足湯さん釣ってほしかった。足湯さん釣ってじゃんけん大会で。じゃんけん、それでもよかった。確かに確かに。でもそれ提案した方がなんか足湯さんになんかこっち釣っちゃいましょうよって言われたらちょっとしんどいな。そうですね。あ、そうか。ちょっと提案しにくいっていう。大盛りですからね、サバイバー。させないでよ。いや、勝ってなかった。最後まで面白かった。なんでということでね。ちょうど2時ということでお疲れ様でございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。